はい、どうも、僕です。ということで、今回も、ドラゴンクエストライバルズやっていきましょう。ということで、今回の敵は、トウ・エイト・エビル。ということで、今回は、トウ・ピサロ×エイト・ピサロ×エビル・プリストの敵を今回作ってみました。ということで、まずね、こちらのデッキ、もう主体的には、エイトでトウを出していくという流れになっていくんですが、さらに最終的には、トウを使いつつ、エビル・プリストを出すことによって、一気に D サルまで持っていこうというデッキとなっております。まあ、序盤はね、シンプルにエイトを使っていて、で中盤は塔を出すことによって盤面を展開して、そして最終的に10ターン目11ターン目あたりでさらに姫君と結婚することによってエビルプリストの効果を毎回発動していくといった感じとなっております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やっていこう。先行、そしてカードはグレイツェルと死へのイザナイということで、まあただスキブなんでこれは両方交換かな。さあ、そして来るカードはトウとプチ様よ鎧。あー、まあ、なしではない。なしではないけど若干微妙さ。ホメロ様。とりあえずテンションアップしていいのかな。うん。はしたない真似をなされるグレイグじゃなくてホメロ様と。まあ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 。いいっちゃいいんだけど、ただコストが若干高いんで、まあ一応8なんで、前半特にやることもないからいいんだけど、あんまりよろしくもないね。さあ、我が血族を出してくる。さあ、血縁関係者。とりあえずここはテンション。エイトかピサロかなんだけど、ピサロじゃないわ。もう間違いす、ん?あ、違う、プチ様よ鎧ね。プチ様よ鎧なんで、とりあえず、どっちかな。でもこいついるかな。プチ様よ鎧でいくか。プチ様よ鎧テンションアップでエンドを守る。で、次のターンキッシムもしくはエイト。いや、どっちかな。次のターンキッシム出して4ターン目にエイト使うって言ってもあるけど、それだと若干遅いんで、エイトかな。さ、メラゴーストやめてください。本当にお願いします。さあ、ということでやられていったけど、まあ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 、ピサロナイトが出てくるんで全然 OK。さあ、テンションアップ。ただな、相手魔法の小瓶持ってるから、それが若干怖いね。私の出番だな。まずはここでテンション、おっと、ピサロの手先か。たださ、これ次のターンでテンション2段階 ?3 段階かアップすることはないと思うんで、8使わなくていいんじゃないかな、これ。ピサロの手先出してテンションアップ使って、ここはエンドを守ろうすることによって、あ、どうだろうな、でもメラゴで当たってくれかな。当たってくれて、ピサロナイトで当たってくれて、で、8出してみたいな。さすがにそんなうまくはいかない気もするけど、とりあえずそうなってくれたら非常にありがたいという感じですが、まあ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 、結構悪くはない盤面なんじゃないかな。まあ、ちょっと HP 減っちゃってるけど、相手が何かにもよるな。ラブソー。ラップストーン。はいはいはい。まあ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 。あ、でも逆にありよ。それは逆にあり。なんでかっていうと、これでラップストーン与えばラップストーン除去できるんで、いや、全然あるよ。全然あり。どうするかな?ここで。あ、でもこれ3点ダメージ与えちゃって、で、まずラップストーンが消滅します。で、ここでまずは8を使う。そしてここで、我が血族ではない人を出してくる。そしてここで、供物を使って、MP アップをして、ピサロナイトを出す。ここでいけるんじゃないかな。さ、まずはここで供物を使って、MP をアップしていく。さらにここで何かをゲット。グレイツェル悪くないね。あーでもね、ここどうしようかな。やめろ、供物。ここでさ、テンション上げたい気持ちもあるんだよね。ヒートギズも素晴らしい、最高すぎ。これはヒートギズも後列に出してテンションアップしてエンドを守る。オッケー。神っている。めちゃめちゃ神っている。これは神すぎ、マジで。神神の神よ。いつもの僕みたいな滑舌みたいに神すぎだ、マジで。ということで、相変わらずテンション高えな、本当に。テンション高いことだけが取り柄ですか、この男。お待ちしてくれも。いや、でもこれね、バラモス除去の方法がないんだよね。地獄の鎧。塔を出すか、キッシム出すか。まあ、キッシムかな、とりあえずは。キッシム出してテンションアップ、テンションアップ。で、ここでまずはピサロナイトを出して。イザナイもこれ、攻撃さんなんで無理か。なので、まあここはピサロナイトでウォール張るのが一番安定なのかなって思ってるんですが、どうでしょうか。お願い。まあでもこれはピサロナイトなんだけど、どっちがいいかな。極楽鳥を考えると、あえて魔法の小瓶持ってるんで、ここやられる可能性もあるけど、ホメロス様を考えるとあんまりこっちにも来たくないという一番最悪な盤面だけど、まあこうかな。一番被害が少ないようにしておくか。で、これでエンドを守る。まあ、どっちも持ってない可能性もあるしね。ただどっちか持ってた場合は、もしくは両方持っていたらもう最悪なんだけど、
ああ、逆にあり。いや、まあ、なんか今まであんなに考えていたのが全て無になったみたいな、そういう悪い考え方もできるけど、まあまあいいでしょう。さあ、これでまたテンション高く4点ダメージ当たってきたけど、いやーでもね、結局バランス取れてないんで、これで相手がさ、あのなんだっけ、ゼルドラド、あいつ持ってたらもう最悪なんで、とりあえずここは、どうかな。グレイチェル、あ、まあ、グレイチェル出していっか。グレイチェル出します。で、プチタク出します。デデデン、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 ザーンク、ローネを小さくした女。さあ、これでまずは封じます。そして、ここでプチタークを出すことによって、これで相手のバラスボスを次のターン取れるようにして、さらにピサロンの手先も取れるようになる。これでエンドを守る。いや、いいんじゃの？悪くないだろう。完全にペコパ状態だけど、ただ、あんまりそううまくいくかと言われたら微妙な気もするんで、煉獄鳥しかりね、あとは毒アムシとかそこら辺があったら終わるんだけど、いや、魔王の卵ということは毒アムシもない。あー、そのパターンか。いや、苦しむがいい。でもさ、これバラモスの効果は確かに発動するけども、ここで魔王の卵を使うということは相手おそらく持っていないよね。あいつをさ、名前出てこなくなっちゃったゼルドラドか。で、しかもここ攻撃すれば全処理できてしまうという、素晴らしすぎる。マジで、おい、みんないなくなっちゃえからの、全部ありだな。塔も結構あり寄りのありなんだけど、愚か者め、まあ、エスターク、あ、まあ、エスターくありだな。全然あり、あり寄りのあり寄りのあり寄りのあり。でも、いや、ここは塔で行くわ。しっかりとね、まずは塔を出しまして、ででんテンションアップでピサロナイト出してギズモ使ってテンション上げて最高潮、最後の仕上げ、行くよ、フードカブ打ってスイッチ入れて弾けよ、レッドパーリーナイト、我がしもべを出していく 4-3、 素晴らしい。ピサロナイトで除去ることはできるけども、1体しか取れないと。さらにヒートギズモ召喚、テンションアップ、エンドモル、いいね、めちゃめちゃいいよ。トーピサロ、しかも8ピサロ、この2つの効果を両方とも掛け合わせている、素晴らしいコンボだ。何？あ、ゾウも。仲間同士で喧嘩すんな。いや、仲間同士喧嘩してんのかも分かんないけどね、今のは。面白いって、和解している可能性もあるけども、なんかすごい、なんか魔王同士で仲悪そうじゃない？俺が本当の魔王だぞって感じでさ、なんか仲悪そうな気がするけど、魔法の聖水なんだ。あー、でもこの感じさ、どうなんだろうな。でも相手さ、魔王デッキなんでゼルドラド確定ではないというのはもうわかるんだけどさ、あがき苦しむがいいみたいなやつ出てくる、絶望を味合わせてくれる。あー、どうしよう、こいつ、こいつどうしよう。悪魔の騎士エブルプレスト、みんな大好きエブリプリスト来ましたね。ただとりあえずこのターンはやることがないので、地獄さん使うか、地獄の鎧、もしくはトゲコンボ、あ、ホメロス様出すのが一番安定している気もする。ホメロス様でいくか。で、前列封じする、これでいこう。まずはトゲコンボを出します。で、ここでホメロス様を出していきます。今からホメロス様の声までまで3、2、1、はしたない真似をされるな、マルティナ姫。似てない、若干。皆さん、若干似てるという自負があるんだけど、どうでしょうか。これで怒られたらごめんなさい。ただね、これさ、このなんだっけ、死にゆく者こそ美しいがあるので、多分これで除去られちゃうんだけど、ただホメロス様に関しては取られないと。ここからどうなるかが結構問題なんだよな。そこ取られるのはまあ想定内のね、想定内なんだけど、ここよな。ここ、あ、でもホメロス様3点ダメージなくなったんでかいな。お？お？取ってくれる？ここ取ってくれたんだったらめちゃめちゃありがたいけど。で、そして次のターンエビブイとか出していけばめちゃめちゃいい感じにいけるんですが、どうでしょうか。我が血族、さあ、どう？
私のターンだ。まさかの、え、あ、悪魔の騎士フェイスに来たっけ。待って全然見てなかった、ごめん。悪魔の騎士さっきフェイスに来てた、もしかして。なんか死にゆくものこそ美しいの話しすぎて、いやフェイス来てないよね、フェイス来てないよね、なんでだ。まあいいや、とりあえずこれは攻撃します。で死ぬ、シンプルな悪口。エビプリを出すという前提で行くんだったら地獄の鎧を出したいんだけど、ただこいつらがな、地獄の鎧、地獄さん的にあまりよろしくないんで、どうしよっかな。塔を出すか、いやこれはピサロンって先を出します、地獄の鎧を出します、でテンションアップします、で次のターンエビプリストを出したいんだけど、まだ出せないか。なので次の次か、次の次のターンにエビプリを出すといいね。悪くないんじゃない。さあこれで4歳になっていって、エンドを守る、しっかりとテンションを上げつつピサロナイトも出していく、シンプルに強い。でおそらくだけど地獄の鎧はもう何としてでも取りたいはずじゃないと、あ、姫君と結婚してからでもいいか別に、エビプリ。うん、なので次のターンはテンションアップして姫君と結婚して、なんかあったらそれも出してみたいな感じでいけば、まあ悪くないんじゃない。お、なんだ、てっきりピサロンって先に行くと思っていたらもっと最悪なパターン。いやでも煉獄魔山を使ったということはもうかなりやることがなくなってしまう。でさらにここでピサロナイトが2体出てくるので、ピサロナイト的の火力はめちゃめちゃ高いと。で次のターン姫君と結婚するできるかな。ゼルトラドがなければなんでお前がまたいいんだよと言いたいところだけど、そういえばさっき魔王がなんか帰ってきましたねそっか、あーどうしようかな。いや HP 的にさ、エビプリオアゼルトラドがあった時めちゃめちゃやばいんで、それがきちいな、めちゃめちゃきちいけど最高すぎ最高すぎ。待ってテンションアップするでしょ、で姫君と結婚して6コスだから残りまだ3コスある、シエのイザナイで除去ルーン4打目、あどっちかな。いやでもとりあえず耐久はしたいんで攻撃して4点ダメージ与える、オッケー来ている。そして次のターンエビルプリーストを使う、あの世へと送ってやろう。エイトピサロが亡くなったなんて思わんことだな、愚か者め。これねバラモスも入れようかなって思ったんだけど、でもバラモス入れるにしてはさ、魔王剣も2体3体かしかいないし、まあバラモステンシャップしてくれるけど、塔の方がやりたいんで今回は入れなかったね。どっちかというと塔重視、まあできればエビプリ出したいみたいな、そういうノリだったんで、今回はエビプリも使えて、しかもあれだね、テンションアップでピサロの手先も出せるという、手先じゃないわ、もう勝手に手先にしちゃう。さあ来るがよい、ソーマさんカモンヌ。でもこれきついな地味に。あ待って、こいつどうやって取ろう、そのこと全然考えてなかった、やべえ。あしかもテンションアップできなくなった、やべえいやまあエビプリいるんでいいんだけど、どうしよう、待って、あー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 、まあこれはもうあれだよね、ステミタックルするしかないよね。4打目、4打目カンタービ でエビルプリーストを出して6打目で除去ると、やばすぎ、マジで瀕死なんだけど。その顔は全てを悟ったようだ。どっちに向かって行ってんですかねあなたあなたどっちに向かって行ってんですかね、多分ピサロに行ってんのかな。うん、いやこれ見てるとさ、そうずっと思ってたんだけどさ、ドラクエ10最近やりたいなっていう意欲が出てきたね。ドラクエ10さ、あの昔1年くらい前にやってたのね、実況だけど途中でやめちゃったんだけど、そろそろ復帰してもいいんじゃないかなと思っている今日この頃なんですが、皆さんどうですか、やるかやらないか一旦置いといて、もしやったら皆さん見ますかちょっとねやろうかなって思っている節も若干あるんだけど、かつて大いなる天使と呼ばれしエルギオスか、身の炎を知るがいい。エルギオス先輩か、てー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 、でもエルギオス先輩はとりあえず除去らなきゃいけないんだけど、エルギオス先輩が来るということは多分リーサルはないと、まあ一応ヘルコンダクターいるんで君は関係ないんだけど、6636か、いやーどうしよう、なんだ
素晴らしすぎる。これさ、腹綿食らっちゃっていいよね。腹綿食らって消滅するんで回復の効果もなくなる。で、何言ってか全然聞こえない。どうしようかな。塔かな。塔出して確実にブロックする。4打目、6打目で、5打目で15点ダメージ残り2。素晴らしい火力だ。これさ、多分リーサルはなかったよね、このターン。わかんない、ごめん、リーサルあった、ごめん。あ、待って、リーサルあったかもしれんな。ごめん、リーサルあった、謝るはちょっと今のうちに。でも勝っちゃいいんだよ。いつもの僕のセーフ出ました。勝っちゃいいんだよ。結局最終的に勝っちゃったら僕の勝ち、負けちゃったら僕の負け、それだけの話。他にプレミとかを指摘するのはもう論外です。さあ、ということでこれで5点ダメージ与えたため HP に。待って、一旦考えよ。もし僕がプレミをしていたと考えたら、まあ、僕がね、あらかじめここで言うことによって、まあ、それはね、プレミじゃなくて、おいてぎしちゅーって今言えるんで。あ、これ、勝てたな。ヘルコンダクターで後列にして、竜王の一戦、帝王か、帝王の一戦使って4ダメでしょ？で、4点、6点、5点ダメージ。あ、いけたな。でも、わざとぎしちゅー。まあ、勝てるんでね、結局。まあ、もしかしたら皆さんを欺いてしまったかもしれない。だけどやはりね、まあ、勝ったものこそ正義と言いますか。まあ、もしかしたら皆さんね、ウィッピッピこいつプレミしてやがるぜって思ったかもしれませんけれども、まあ、ここはあえてでしたと言わせていただきます。対戦ありがとうございました。ごめんなさい、本当にプレミでした。本当にわざとじゃないんです。わいきがあったわけじゃないです。本当にごめんなさい。すみません。本当にライン読んだ。